エア・ダブリンとは、1990年代半ばに、活躍した、日本の競争馬である。引退後は、日本と韓国で、種ボバとして強要された。反妹にダンスパートナー、ダンス・イン・ザ・ムード、判定に、ダンス・イン・ザ・ダークがいる。馬名の由来は、冠無理名の、エアに、アイルランド共和国の首都、ダブリン。デビュー戦から5歳の天皇賞までは、岡部幸男が、 宝塚記念からラストランのメグロ記念までは4位広文が手綱を取っている。バレーは2000年以前に使用された旧表記で統一する。エアダブリンは1993年10月9日東京競馬場でデビュー。この時は単勝1.1倍の圧倒的一番人気に押されたが5着に敗れている。それでも2戦目の未勝利戦で勝ち上がると500万 下条件のエリカ賞も勝って、3戦2勝で3歳のシーズンを終えている。翌1994年、4歳になったエアダブリンは、サツキ賞トライアルの若葉ステークスに出走したが、オフサイドトラップの4着に敗れてしまい、サツキ賞に出走できなかった。それでも、ダービートライアルの青葉賞で1着になり、初の重賞制覇となった。そして、 日本ダービーでは優勝した成田ブライアンに5馬身、離されたものの2着となり、エアダブリンを管理する伊藤裕二がステイヤーの素質を持つと明言したこと、さらに長距離のレースを得意とする岡部幸男が主戦騎手を務めていたことから、キッカ賞で成田ブライアンのボバクラシック3冠達成阻止に挑む有力馬の一頭となった。しかし、セントライト記念三脚。 京都新聞杯3着を経て出走した菊花賞では、成田ブライアンの三冠制覇を阻止できず、約8馬審査離された3着に終わっている。菊花賞後、エアダブリンは、有馬記念への出走を避け、ステイヤーズステークスに出走し、3分41秒6の日本レコードで優勝した。翌1995年、ダイヤモンドステークスから始動したエアダブリンは59キロの、 金量をものともせず解消し、天皇賞に挑んだ。天皇賞では成田ブライアンが故障で、出走できなかったこともあり、単勝一番人気に支持されたが、レースでは先行したものの直線で伸びきれず、優勝したライスシャワーから0秒後離された合着に終わった。続く宝塚記念では、ステイヤーであるエアダブリンは2200メートルという、距離に対応できないとの予想が多く、しかも、 主戦の岡部が待機ブリザードに帰乗するため4位広文に乗り換わったことから6番人気まで人気を落とした。だがレースではこの低評価に反発してエアダブリンは構想しレコードタイムで優勝したダンツシアトルから0秒1差の3着と検討した。宝塚記念後、エアダブリンは屈検炎を患い2年近く休養を余儀なくされた。 復帰したのは1997年の4月、オープン特別のメトロポリタンステークスで2着になった。あと、メグロ記念では3着に入り、完全復活をアピールしたが、宝塚記念出走を目前にして、再び屈権園を患い、引退した。長教師、伊藤裕二の見立てにより、ステイヤーとしての活躍が見込まれ、またつぶいということもあり、長距離場という評価をされているが、 大一番の菊花賞や天皇賞では連帯していない。ただ、エアダブリンは掲示板を一度も外しておらず、GI は勝てなかったが、堅実な成績を残している。2002年9月4日、撮影班妹のダンスパートナー、ダンスインザムード、判定のダンスインザダークが共に GI を優勝する、活躍を見せ、エアダブリン自身の父がリーディングサイヤーになったことがある。 とニービンであったことから、決闘名を見込まれて種ボバとなった。種ボバとしては初年度に種付け料50万円という安値もあり、種付け等数年間194頭という当時のサンデーサイレンスを破る日本記録を樹立するなど、活躍し、4年間で毎年100頭以上の繁殖品馬と交配されるなど、期待された。しかし3区は目立った実績を残すことができず、 2002年の種付け頭数は16頭に激減。翌2003年に韓国へ輸出された。その後、鶴ヶ丘颯が中央競馬のオープン特別である UHB 杯を勝つなどの活躍を見せているが、同馬は父と正反対の1200メートルのみに勝ち倉の集中しているスプリンターである。韓国では10年間守護馬生活を送り、2013年に タネボバを引退。チェジュ島のヌルブン牧場で寄席を送っていたが、2016年7月に死亡した。いずれの年も中央競馬のみの集計。ありがとうございます。